グランドハイアットエラワン・バンコクは、タイの首都であるバンコク・パトゥムワンクにある最高級ホテル。旧ホテル名は、エラワン・ホテル。このホテルはもともと、タイ政府が国賓を迎えるために計画されたが、建設の際に事故が相次いだため、作業の進行が困難になった。そこで、ヒンドゥーとバラモンの創造神であるブラフマーが、作成され、エーラワンの祠として奉納された。奉納の後、 工事は順調に進み、1950年に開業した。その後、老朽化などの理由により、開業当時の建物は取り壊された。後地に、現在の建物が建てられ、現在の名称に変更して、1991年12月に再度開業した。バンコクスカイトレインのチットロム駅から徒歩、約2分、ラチャダムリ通りに面しているため、街歩きなどに便利である。 斜め向かいにはバンコク伊勢丹がある。吹き抜けで空間を贅沢に使ったロビーにはコロニアルな雰囲気が漂う。パッケージツアーやホテルクーポンで利用される客室はグランドとグランドデラックスでいずれも面積は約40平方メートルである。グランドとグランドデラックスの区別は客室からの眺めの違いだけで設備による違いはない。 バンコクスカイトレインを望める客室がグランドデラックス、望めない客室がグランドである。全室ともシャワーとバスタブが独立している。同ホテルにはスパコテージというリゾート感を満喫できる客室があり、面積は約100平方メートルである。リビングルームと寝室の他に客室内でスパが楽しめるマッサージルームを備えている。さらにべてのスパコテージはバルコニーと 温水洗浄便座が設置されたトイレが付き、同客室の特典として、冷蔵庫内の飲食物はすべて無料である、380室、など、ありがとうございます。